こんにちは、ネモです。パワープロアプリやっていきます。今回は、青道高校で俊足コーダーの外野手作っていきたいと思います。早速いきましょう。で、今回のデッキが、こういう感じですね。久方、滝本、中之島、白井、倉持。で、カルロスの上限解放マックスの SR ですね。で、フレンドさんで、まあ、カルロスの上限解放マックス行ってる方がいまして、で、カルロスはマックス行くと試合経験点 10% つくんですよ。なので、今回は、デッキの構成が試合経験点 40% と、竹本と倉持は、強要因として入れたという形ですね。で、これ本気でいい選手目指したいときは、この初期値がパワー、走力、補給が低いやつの方がいいんですよ。デッキ構成的に。ただ、引いた初期値がまあこんな感じだったんですが、まあやる、取り直しをしない主義なので、まあやろうかなという感じですね。早速行きましょう。で、まあびっくり優先ですね、基本は。あ、いいですね。いきなり開幕びっくりでヘッドスライディングを教えられるとかなり凹むので。で、明日からチャレスタが始まる感じで、で、今、その走塁のキャラが走塁に集まりやすいっていう、まあキャンペーンといいますか。そういう補正がかかっているので、このチャレスタ期間中にできるだけ俊足系の選手は作っておきたいなと思ってるんですよ。で、まあ、倉持とカルロスを中心に他固めて、まあ選手作っていければいいなと思ってます。で、さすがに、メンタル誰もいないか。休みですね。で、まあなんでやっぱり、野手の SR、中之島か滝本が自前でいれば全然違うんですが、まあもしくは白井くんでも全然違うんですが、やっぱりガチャを引かないともう結構きついっすね。R すら枚数あんまり足りてないんで、僕の場合。で、びっくり誰か見てますと、倉持か。ヘッスラと、ヘッドスライディングまだ取れないっすね。で、僕はヘッドスライディングおよび内野安打は取っちゃってます。直撮りしてます。お、いいですね。この因縁のコンボ、もう毎回なんですが、僕の場合はほぼ。まあ一番初めのセクション1で出てくれると、体力の最大値上げられて、まあ次以降がやりやすくなるって話ですね。で、さっきの話で、ヘッドスラと内野安打まだ取れないか。内野安打ほぼほぼ直撮りしてます。というのが、倉持と、このカルロス二人連れてきてる時って、ほぼ余るんですよ。走力のポイントが。なんで、まあ、便所余らすぐらいだったら、コツ、優先のコツを取れるように、優先的なもの。まあ、さっと内野安打とかは取ってしまって、という話ですね。で、精神が足りなくてまだ取れないですね。それかまあ、一番いいパターンは、カルロスが、イベントで内野安打のコツをレベル1くれるんですよ。まあ、それが出てくれると、かなりいい感じですね。と、ただ、これ 33% か、生きてんだけどな。で、倉持に行きますと。で、まあ、青道高校のサクセスがなくなるかなくならないかわかんないんですが、なくならなければ、倉持は青道高校にいる限りは超有能って感じしますね。その、コツも多いんですが、まあ、バランスよく、走力、守備力、それなりにコツが揃っていて、で、精神量での倉持の動きが相当優秀ですね。どこにいても、まあ、いい動きができるっていう話で、僕は倉持推しですね。で、
どうしようかな。監督の評価も追いかけたいんだよな。追いかけるか。そろそろ役所の練習試合もあるんで、まあ、ちょっとずつ追いかけないとというところですね。で、これ被ってるんだが、辛いなぁ。35% とかか。いやー、滝本のことも行きたいんだよな。これは、ここに行っちゃいますと。で、まあ、こういう賭けに出ないと 30% ぐらいだったら、なかなかいい選手できないですね。もちろん、その、序盤で、まあ、出るその賭け的なところと、終盤で出る賭けは全く意味合いが違うので、おっと、パーヒッター取っちゃいましたね、間違って。まあいいか。まあいいか。その、マスコさんがパワーヒート体当たりあるんで、今は取らない方が良かったですね。まあまあいいか。で、なんでまあ3年生の引退の時は、誰もらおうかな。誰をもらおうかなと。技術は結構大事なんだが、そうだな、阿部飛でもいいんだが。守備職もらいます。で、イベントで守備職もう一回掴んで、もう直撮りしたい感じですね。白井くん、白井くんいねえか、今回。で、今回は、どうしようかな。限定ルート。まあ、成功したことないんですよね、限定ルートって。まあ、上行こう。で、精神量で、倉持読んどきますと。これで体力回復して、倉持の評価も上がって、聖堂魂がかなり上がるんで、マジ有能ですね。で、誰かびっくりしてますと。倉持と滝本か。体当たりがそろそろちょっと怖いなと。いうところではあるんですよね。で、守備職もまあ取れてないからな。滝本に行きます。他の3人も評価上げられたんでね、今。あ、いいですね。阿部飛でしたね。おっと。ほんと、滝本はこの、福井部がほんとクソですね。これでゴリゴリ体力削られていくんで、地味に効いてきますね。で、監督の評価が全然終えてないんだが、練習にいないっすね、そもそも。そうですね。これは、どうすっかな、こっちかな。で、一緒に守備練しますと。で、これで守備職2回つかめたので、で、あとは中之島が教えてくれる可能性あるんで、とりあえずは置いとく形ですね。23% か。いやー、これも行かないとダメだろうな。いや、行ったれ。あー、よかったですね。守備職はいらないんだな、本当に。コツ教えてくんないっすね、なかなか。倉持、カルロスともに。で、監督の評価全然追えなかったので、代打ですと。おっと。早速行きましょうと。で、まあ、なんとか代打になってしまったときは、2打席なんとか回ってくることを祈りながら。中之島ショットで出てほしいんだけどな、倉持じゃなくて。飛ばねえな、パワねえな。ミートカーソルもかなり小さいんでね。G スタートきついな、ミート。おっと、怖えな。カットボールかと思った。
いやー早いな。うわーひどい。もう一打席回ってきてほしいな。まあ真田シュート打てないっすね、投げられたら。オッケーと。でアップデートしたんで、僕は打撃成績が出るようになりましたね、打席に入るときに。他もなんかいろいろ変わってると思うんですが、まあ今のところはどこがどう変わってるのかわからないです。でなんかお知らせにもちらっとあったんですが、チームメイトの評価が上がっているのに表示が出ないっていう不具合が出てるみたいですね。もしかしたら運営さんからすんませんでしたっていう意思の配布があるかもしれないという話ですね。ほんと滝本のこの体力削ってくる感じが嫌だな。で誰が光ってますと。んでコーチも白井くんもいるんで、これは行ってまあワンチャンコーチ金徳と白井くんの評価を上げとく感じですね。来ないですね。ただ経験点のかさ増しはできましたね。やっぱ技術だな。久方がバンバン出ないときついな。で、どれに行こうかなと。まあ、フリアですね。もう体力の最大値上がってるからな。上行きます。で、走塁のコツをもらえれば OK って話ですね。ほんと確定しねえな、これ。なんでまあ、春一とか、あとは古谷とか、みゆきとか、確定じゃないイベントは本当使いづらいなって感じですね。で、滝本が一応びっくりしてますと。この体当たり行くしかないな。取っておいて、一個ずつか。安倍比か、広角打法かな、欲しいの。安倍比でしたね。で、僕は本当にケースバイケースで、真ん中引いてますと。で、体力回復させておいて、次びっくりとか出た時にね、今回は全然関係なかったんですが、結果。で、そうだなと。まあ、白井くんとこですね。早めに全員タック練習できるようにしておいて、まあ、もろもろ、試合の経験点を上げておかないと、まあ、もらえる経験点ですね。ちょっと話にならないですね。R ばっかなんで。で、カルロスも、あと1回金徳イベ来たら、もう完走ですね。これおそらく完走できますね。高速ベースランは問題なさそうですと。あと、まあ、倉持の方が、あとイベ4にしてるんで、今回。そこが、まあ、どうなるかなっていうところですね。で、白井くんと中之島も一応いると。中之島だな。怪我率のところと、やっぱり中之島の打撃練習の方がポイント効率がいいので、欲しいポイントのというところですね。で、阿部ひも取ってあるので、まあ、これは普通に滝本に行く感じですね。いいですね。結構滝本仕事しますね。僕さっきアップデートして、アップデート前は本当に運がクソだったんですよ。もろもろ、もしかしたら多少改善されたかもしれないですね。実際のところは全くわからないです。たまたま運いいだけかもしれないです。で、高速のベースランはラッキーなことにレベ3でつかめましたと。ただ、走塁のコツが1レベもまだないので、全然ですね、と。で、守備職人も待ちたくねえな。きついな、待つの。取りたいんだが、マジで。まあ、倉持いきます。技術がやっぱり不足するんでね。まあ、最悪、教えてもらってもいいかな。
で、これ一番下で、経験点もらっときますと。やる気下げられたか。竹本がなんか異常に仕事するな。で、あとチャンスだからね。降格はもう取ったので。もうちょっとカルロスとかに仕事してほしいんですけど、そろそろ。あいつらがさっきから敏捷ポイントしかくれないのに全然はかどらないですね。いいですね。倉持マジ優秀ですね。OK ですね。やる気上げられましたね。いいですね。やっぱりこのダブルタックの恩恵がかなりでかいですね。SR2 枚連れてきてると。これは上で意見を聞いてやる気を上げときますと。もうすぐ3年生が引退するんで別に上げなくてもって感じもあるんですが、やっぱりやる気で練習でもらえる経験点がだいぶ違ってくるので、まあ、常にできるだけ絶好調にしとくのが大事かなと思ってます。で、倉持と中野島。倉持ちのコツか。まあ、スカウト評価もあるんで、こっち行きますと。いやー、守備力にもらっちゃったか。しゃあないっすね。で、久方のアンダー製造機のイベントが進んでますと。今んとこ竹本のコツだけですね。なんていうか、うまい具合で回ってるのが。他はもう渋いですね。で、守備職と。で、ムードも今回取っちゃいます。試合で勝てるようにね。さすがに、うわ、これめっちゃ生きてえわ、竹本。さすがに辛いなと。これも一番初めに起きてくれると嬉しいんですけどね。で、ミートパス上げとかなきゃ。で、いいですね。白木君光ってますね。で、まあ、何にもやることないときに、白木君と中之島で技術をまあ集めながらっていう感じですね。で、滝本と中之島か。まあ、これはこっちだなと。で、チャンスと、盗塁か。で、流し打ちかと。いやー、盗塁こそ欲しいぞ、そろそろ。OK ですね。で、あと1回、倉持か、カラドスか教えてもらえれば、バッチリって話ですね。いいですね。ほんと、倉持、イベントも優秀ですね。ただ、電光石火のイベントが今回まだ1回も起きてないので、おそらく来ないですね。で、これでチャンスのコツをもらっちゃいたいと。いいですね。で、チャンスも、まだ取れないな。守備か。やりたいんだけどな。体力持ってかれんだよな、だいぶ。で、まあ、カルロスを呼んでおきますと。本当は倉持ち呼んでおければ一番良かったんですけどね、この段階で。で、本当に、バントだけはやめてくれと。それ以外で。お願いします。いいですね。で、久方と対決イベントで、無事勝てましたと。で、まあ本当余裕あればですね、技術ポイント足りないんで、まあこれ余裕出るかどうかって、久方が何回あの技術を起こしてくるイベント、起きてくれるかっていうとこにかかってますね。で、パワーもほぼほぼ上げていきます。これでまあ大体いいかな。で、まあ休みですね。めぼしそうなイベントもなかったですね。おっと。こけた上にやっぱ電光石火厳しそうだな。
やっぱりあと3前3なんですよね、両取りしようとするときは。で、じゃあ行きましょうと。で、今基礎点が恐ろしく低いんですが、その必要な特殊能力、安倍比とかパワー比とか光学を全部取り切ってるので、そんなに悪くない感じですね、今のところは。で、左打ちで、しかもミート G で始まってるので、その割にはまあまあっていう感じですね、今のとこ。おっと。いやー、成宮欲しいな。もう最近このぼやきばっかりですね。成宮欲しいな、成宮欲しいなのぼやきばっかですね。で、まあ、成宮欲しいなーと言っていて、ちょっとフレンドさんで成宮使いたいなと思ってます。その、まあ、どんな感じなのかっていうのを見るたびにね。で、そんな動画も上げようかなと思ってます。実際、急速練習で技術点ボーナスつく、こういうボーナス持ってるってかなり強力だと思うんですよ。もう、成宮か、守るか、みたいな、急速の練習ピッチャー連れていくのは。で、試合経験点もあるんで、成宮は。もう、クソ優秀かなっていう感じですね。ただ、倉持がいるので、体力回復してくれますと。いや、ほんと最高だな、こいつ。で、カルロスの方に行って、走塁を教えてくれと。OK ですね。正直走塁はレベル4でいいんで、1回だけ教えてほしいだけなんですよね。なんで僕はこういうレベル4で取れるように、カルロスとか、あとはフルヤが教えてくれるチャンスあるときは積極的に行ってもらいに行く感じですよね。で、倉持と白井くんか。まあ、倉持なのかな、倉持なんだろうな、これ。にしても足らんな。倉持行くか。あ、チャンスメーカー取ってないかもしれない。うわー、ちょっと待って待って。盗塁か走塁教えてくれ。あー、送球だった。よかったよかった。チャンメ取ってないな、これ多分。危ない危ない。で、まあ、早球はレベ5かな、さすがに。早球はちょっと待ちたい感じですね。お願い。バントはいらない。走塁か走塁教えて。あ、OK ですね。盗塁はこれで終わりですね。で、電光世界一応進んでますと、ただ、もう福井米で邪魔されまくるんで、おそらく。これは無理ですね。で、トレアも取っちゃいますと。で、精神量誰かいるんだが。うわ、燃えそうだな、これも。本当これ技術欲しいんですよね。ただもう燃えそうなんで、体力回復と倉持を縛っておいて、次誰か呼んできて、おっと、ひどいな。あ、でももう誰かびっくりしてますね。滝本か。非常にびっくりすんな、こいつ。チャンスいらないんだよな。こっちですね。もうチャンスコツレベル1よこされてもいらないんで。なんでびっくりを無視する時もあります。で、これ休むしかないな。うまく休めるといいんですけどね、倉持の実質で。おっと、ほんとクソイベだな。技術下げられたな。いやー、技術が足りない。やっぱり中之島か白井くんがな、SR じゃないときついんだよな。てか、もろもろ足りないですね、正直。ただ、ここから試合経験点でバンバン入ってきます、得点が。で、これ下ですね。で、これで聖堂魂燃えたんで、
そうですね。倉持が自室にいれば呼びに行きたい感じですね。いいですね。で、野球ゲームで技術をもらいたいと。OK ですね。大体狙い通りでしたね。遅いんだよな。遅いんだよな。あれ、守備職人教えてもらったかな。わー、ちょっと忘れちゃいましたね。もらいに行きます。まあ、技術はもらいましたね。もうもらってましたね、やっぱり守備職人。で、握手との試合ですと。で、ピンショはもうほぼほぼいい感じだなと。やっぱ電光石火がダメでしたね。なんて、もう一回ぐらいは同じデッキでトライして、一人くらいは、まあ、レギュラー張れそうな、俊足コーダーの選手を作りたいなって感じはしてます。で、まあ、パワー D で、パワーヒートってあるんで、ほぼほぼまあ打てますね。地方は全く問題ないと思います。すげえ打たれてんな。ああ、そうか。今回鈴本連れてきてないからか。坂田がピッチャー。それ打たれんな。全然油断できないですね。だから試合が。いやでも左打ちってずーっと作ってなかったので、本当に右に慣れてしまって、結構打ちづらいなっていう印象ですね。で、チャレスタも左を揃えた方がいいっていうのを完全に忘れていて、全部右なんですよ、僕。なんでまあそのあたりどれぐらい影響出るかわかんないんですが、まあ明日から頑張ればいいかなというところですね。できるだけ。で、誰かびっくりしてますと。でも、おそらく総力、敏将は、ほぼほぼいいと思います。さすがにもう十分だろう。で、滝本が一応いると。印象取りすぎかな？印象取りすぎだな、これどう見ても。高速ベランとかもこれでいいかな、取っちゃって。一応待っとくかな。一応待っとくかな。で、どうするかと。どうすっかな。技術、精神も足らんな。コーチワンチャンで。メンタルですね。何もなかったですね。で、行きましょうと。便所取りすぎちゃいましたね、完全に。お待たせいたしました。共に絆を深め合い。結構そんなに走塁練習ばっかやったってことではなかったんですが、ダブルがまあ結構重なったなって回でしたね。投げました。スライダー見送ってストライク。さあ次の投球。投げました。これはボール。外れてワンボールワンストライク。いやーでも本当に投げた。チャレスタで成宮にも負けた試合があったんで、なんか妙に緊張するんですよ、成宮との対戦。その、他が結構打てないんですよ、精度の打者たちが、成宮を。なんで、得点源が自分しかいなくて、ただ、自分の打撃能力が低くて、あとまあ、プレイングスキルのところで、あんまり、まあ、打てないと、投げた。結構負けますね。甲子園も同様ですね。自分で打てないとまあ結局負けるとこです。第9投げ
見送ってボール。投げた。おっとチェンジアップか。投球は3球目投げました。たまたま打てましたね。チェンジアップはもう打てないものと認識していつもプレーしているので、フォークかな、投げました。おフォークか。池上神田、まあまあまあ、取ってアウト。もう3本は打ってるんでね、勝てましたと。いやー、甲子園も試合重要ですね。一応経験点が何も入ってるんで、バカにならない数字入るんですよ。今も80ポイントずつですか。結構入りましたね、と。で、そろそろ守備やら補給やらも上げないと辛いなと。ちょっと先に打撃能力かな。で、誰か。いや、もうそれいらねえんだよな。さすがにもういらねえんだよな。お、いいですね。もうこれ一択です。もうこれが優秀すぎます。倉持を得て技術、筋力、まあ、もろもろ、いろいろ選べるんで、本当に倉持ちの実質は有能ですね。休めたりもするんで、選択肢によって。で、カルロスと白井くんと。走塁骨は一回欲しいかな、これ。走塁骨一回欲しいかな、できたら。白井くんでもいいんだよな。こっち行くか。頼む、カルロスさん。おー、いいですね。もうそれもいいですね、これで。で、サクッとでいきますと。で、レーランは取れーのか、まだ。そうか、なかなか、精神、筋力、不足と。でも、ゲッツクリッシュ取っちゃえばいいかな。で、まあ、できるだけ能力は上げて、まあ、CC くらいになったら打撃能力はもうほぼほぼいい感じではありますね。お待たせいたしました。球児たちの熱いドラマ。早速行きましょうと。おっと、いきなり2点か。制度。第9投げました。いいですね、とりあえずは。ただ全然油断できないですね。もう本当に初回の2点といい、バンバン点取れると思うんで、こういう感じですね。制度。第9。投げました。なんで、まあ自分の打撃成績も大事なんですが、もっと大事なのか、前にランナー出るか出ないか。これで得点効率かなり変わるんで。本当ランナー出ねえな。第9。内角直球は外れても、第2球。おっとスプリットか。いや、つらい。アウト。これでは、いや、スプリットだけは打てないですね。シュートやスライダーはまあある程度予想つけて、外から入ってくるやつは第9投げました。打てるんですが、おっとこれまずいな。入んねえな。もう一打席待ってこねえかな、何か。おぼぼ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 。ちょ。おかしい、おかしい。いやー、それおかしいでしょう。負けたかな、これもしかして。うわ、ひど。いや、マジか、これ。うわー、結構いい感じで来てたんですけどね。
はい、ということでドラフトも3位で終わってしまいましたと。これ5000点超えられましたね、普通に。いやー、ちょっと今のはショックだな。まあ電光石火失敗したんですが、これアンダー製造機も取れてて、阿部ひもレベル4で、竹本がかなり仕事したんで今回。うーわ、マジか。いや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 、いやー、燃やされましたね。一応総力100いけますね。いやー、これつらいなー。うわ、マジかー、ショックだなこれ。はい、ということで、ゴミ選手ができてしまいました。いやー、まさかの負けでしたね。いや、もう本当に前回の動画、まあ、ピッチャーの動画だったんですが、といい、まあ、今回の動画といい、いや、本当に勝てないな。恐ろしいほど勝てないですね。いや、甲子園初戦負けで B か。いやー、まあ、こういう時もありますね。はい。今回の動画は、以上となります。もしよろしければ、皆さんから見て、動画の右下に、チャンネル登録ボタンを設置しておりますので、チャンネル登録お願いできれば幸いです。また次の動画でお会いいたしましょう。